カズチャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ、昨日オリンピックの話題したんですが、今日もオリンピックの話題をしようと思うわけでして、まあ、オリンピックっていろいろありますけども、やっぱね、今回いろんな演出で話題になったのはドローンとね、ピクトグラムだと思うんです。ピクトグラムえらい評判がいいみたいね。いいですね。あれでなんか今までの評判を盛り返せるぐらいの愛をやらば思ってんのちゃうか。まあそんな感じですね。なんせねピクトグラムっつったらね、日本が作ったものらしいですね。1964年の東京大会の時に初めてなやった。そうみたいです。なそれから毎年毎回同じことをデザインちょっとずつ変えて各国がやってるみたいだからね。そうですね。でも最初はね、なんかオリンピックが半年前に迫った時に、その10人だか11人ぐらいのそのクリエイターですか、クリエイターがなんかないかなということで考えたみたいです。あれはなかなかいい考えやね。その分かりやすくその種目を解説するのに。なんですよね、文字が読めない人にも分かりますね。そうやね。まあそのうちは展示のようなのもできるんですけども、この時の考えとしては優秀だったと思います。ほんで今回なんかそれを実際にやってみせるみたいなところがあって、ね、あれもなかなか AI でね。あれのいいところは、見たら誰がこれのシーンやつことを一発分かってることです。ああ、なるほど。なんか不評やったんですよ、今回オリンピックの最初の。開会式やら開会式のイベントは。それよりは、それは誰が見ても分かるっていうアイデアがいいですね。そうやね。まあ、ああいうことを。ね、もっと最初に押し出してやってればいい。なんかね、この時期にね、他にできたものとしてね、ユニットバスってあるじゃないですか。ユニットバスって言うたら、なんか外国の発想みたいじゃないですか。ところが、これ実は日本なんですよ。なんかね、よう考えてみたら、ユニットバスって狭いじゃないですか。狭い部屋に、こういうお風呂とシャワールームが同時できる。公団とかそういうのができた時が、その自分やからな、大体。要は高度経済成長の時に、どんどん建物増やさないかんじゃないですか。そうなってくると、そういう建物ができたり、そういうオリンピックの会場で使えた方が便利だ。出来上がりのアパート向きの、風呂場っていうことやな。緊急に使えるし、後日人にも使えると。それから公団住宅の出来始めなんか、あれと、それから水洗トイレが、おかげで普及したっていうわな。まあ、オリンピックも、とりあえずは始まったらみんなそれなりにみんな一生懸命見てるみたいな。そうですね。視聴率が55を超えたみたいですね。55ぐらいかな。まあほんで他の番組やってへんっていうところもあるな。だからもうコロナか、東京オリンピックか。だからもう僕らラジオもテレビも見るもんない、聞くもんないっていう感じやから、インターネットばっかり見てるというような感じ。ほんで、僕は、そのピクトグラムっていうのを、パッと見せられた時に、あこれオリンピックの東京オリンピックの時には全く同じようなのがタバコのデザインに使われてるかなと思って、タバコのデザイン見たら、タバコのデザインは あれほど簡略されてなくて、ちゃんと人体の顔やとかが、まあそやけどほぼ原型はああいうもんやなと思ったけどね。なるほど。そう考えるとですね、最近はタバコのね、そういうグッズとかないですね。タバコはもう本当にみんな嫌われ者になったからね。もう自分なんかはもう記念切手はなかなか出す決めてね、出すには国家的なそこそこすごい行事でないと出しにくかったんやけども、だけどタバコはそんなこと関係なしに、地方のちょっとしたイベントであっても、それから百貨店なんかの催しなんかでもタバコ店やったりして、それでいちいち記念タバコというのを出してたからね。それからものすごい数出して、またものすごい収集家もおったし、それの勢いであとは観光タバコなんて言って、観光地みんなどこでもお土産用に売り出したりね。もうタバコ全盛の時代やね、自分は。だからまあ観客、昔やったら観客がタバコ吸いながら応援してたくさんですね。そうやね。それができない世の中ですからね、今は。そりゃ喫茶店入るのにね、喫茶店ではやっぱりお茶飲んでタバコ吸うてっていうのが当たり前で、こちらの弟なんかでも、タバコ吸わせへんような喫茶店入れるかってなこと言ってたけど、ね、現代に至ってはパチンコ屋もタバコ吸えなくなりました。パチンコ屋もか。みんなもう加えタバコでみんなしてたわな。でしょ。だから今はそのパチ、その専門の喫煙所があって、そこで吸うようになってます。これね、皆さんが絶対反発すると思ったんやけど、まあちょうどいい具合にコロナの時期やったんで、なんかあんまり混乱がなかったみたいです。なるほどね。喫煙所というのもまたなんか独特の雰囲気やね。吸う人だけがもうもうと煙が上がってるところで、まあ僕らは幸いというか、タバコは吸わないから。タバコは集めるの好きなのにね。集める人はね、吸う人はね、銘柄が決まってるやん。それから集める気にならんわけや。そんな他のもん買う気がせえへんわけや。ピースやったらピース愛用のタバコが決まってるから。
そやからタバコの収集家はほとんどが吸わない人の方が多いと思う。そういやそうですね、うん、まあ、そうやね。例えばプレステが好きな人間でプレステのゲームしか集めるみたいな。そう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 そんなもんですよ、うん、そう考えると面白いところですな、うんうん、なんかねピクトグラムってね、その、うん、初期のピクトグラムと今のピクトグラムが若干違いがあったりするんですよ。だんだんなんていうの、あのデザインがやっぱりようなってる言うたら、ようなってるし、なんか改善されていきます、うん、ね、あの簡略化されてもすぐ分かるようなデザインになって、 そして幅がどんどん広がっていくんですよ、うん、最近やったらバリアフリー向け の車椅子のピクトグラムであるし、うん、でも外国人向けのピクトグラムもあるし、そんないくつも種類があるわけ。いろんな国がですよ、毎年作るんで増えていくんですよ、うんうん、だから最近やったら妊婦さんのピクトグラムとか、あ、なるほどね、今後はね、うん、そういういろんなタイプの人に向けてどんどん増えていくんじゃないかな、うん、と思うわけです。なるほど。僕ら収集いろんなやってる人間は、うん、収集家の中にオリンピック関係だけ集めてるような収集家もある。オリンピックのグッズをね、そういう人らにはそういうのは受けるやろな。うん、うん、まあ僕らはあんまりそのもともとスポーツというものにあんまり自分が関心がないからね、うん、あれやけど、スポーツはやっぱり世界的にはあの大きい趣味の分野やから、ね、それから選手のちょっと有名な人のグッズやとか言ったら、うんね、あのオークションでも、うん、値がつきますね、びっくりするような値段したりして、ね、僕なんかスポーツといったら、うん、体を動かすイメージなんだけど、うん、世界で見てみたらゲームや将棋とかもスポーツです。そう昔あの僕が切って集めたところ頃は、うん、最初の頃は、うん、みんなテーマ別にスポーツやったらスポーツの切って音楽家の切ってとかね、うん、そういうふうに集めるのが、まあ、世界的にはそれが主流やって、うん、ほんでスポーツの切ってのせかスポーツの切ってだけの本なんかもあったわけね、ええ、そんなん見てたらね、チェスとかね、うん、あのそんなもんがみんなスポーツの中に入ってんやな。頭を使うスポーツっていうことなんですか。そういうことか。それから碁とか将棋とかもスポーツやってことだ ね、だからなんか、中国でオリンピックするときに、ええ、結局使われへんだけど、麻雀なんかも候補に上がったらしい。初期はね、鋭角やつのコンテストあったりしたんですよ、うん、それから囲碁将棋麻雀っていうところがみんな、うん、あの候補には上がってたみたいね。なるほど、うん、まあ、そう考えるとね、オリンピックの歴史は面白いもんで、うん、僕なんか知ってる時に2回大会に至ってはなんか飛び入り参加した人がなんかメダル取ったこともあるみたいです。これはね、うん、あのボートの競技でね、うん、そう1人なんかルールやまずに失格になった人がいて、うん、それの代わりに急遽来た子供を、うん、使って、その人使って金メダルを取ったんで、うん、もしかしたらその子供が最年少金メダリストになるんじゃないかって話です。ああ、なるほど。ただ存在が謎なんです。うんうんうん。だけど、もともとね、オリンピックの、近代オリンピックの精神はね、うん、あの個人 あのアマチュアの人がやるということが本来やったわけ。うんうん、で途中からもうあの国家の威信を背負ってっていうようなね、うんうん、国の、あの、それから円谷みたいに、ねうんね、悩んで自殺する人が出たりね。だから最初の方はですね、うんうん、国の混合チームであったみたいです、うんうんうん、だからあのアテネの時代 その古代オリンピックでもその都市とか個人とかいうことで、うん、国ということではなく、まあ、都市は都市国家と考えればそうなんかもしれんけども、うん、だからあの最初の頃でも今でも開催は都市が一応東京やったら東京っていう日本じゃないよね、東京やね、札幌やったら札幌とかね、うん、そういうことよね。そうそう、だから小池さんが関わってるわけです。うん、ただあれが そういうことが決まってるにもかかわらず、完全に主導権は IOC が持って、うん、あの都市はあの必ずそこと相談して決めなあかんということになってるから、またややこしい、ね、なるほどね、うん、それは今後の課題かもしれないですね、うんうん、まあ、このようにね、ピクトグラムっていうのはまあすごいいろんな人分かる素晴らしいもので、パフォーマンスとしても最高やったと思うわけです、うん、なかなか面白そうやった、うん、現代とですね、うん、そういう過去のピクトグラムを比べてみると、うん、どこが違ったかなと見ると面白いんじゃないですかね。そのぜひね、うん、NHK とかが動画上げてるんでパフォーマンス見ながら過去のやつを見てみたらいかがでしょうか、うん、で昔の過去のもんも全部もこの頃ネットやらで、うん、みんな図が上がってるからね、雑誌がね、上げてます、雑誌とか、うん、テレビ局が、あのモントリオールはとこねとか、まあそういうの見ながら今回のオリンピック楽しむのはいかがでしょうか、うん、コロナが大変なことになってますけどもとにかくオリンピックは最後までやってくれると嬉しいなと思います、はい、いつも見てくれてありがとうございました、はい、また会いましょう、バイバイ。